鳥？この声。これ鳥だね。かわいい。なんか初めて聞く鳥の。チュン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 の。まあ綺麗。かわいい。いろんな色が入ってて。色分けしてないのかもしれない。あるもんだね。ねえ。すごい、見ごろ。満開です。気持ちいいね。そうだね。今日からやっと涼しくなったから。ああ、今日から。今日から。若干こう、匂いもする？お花の。ほんとだ。花だわ。花だね。素敵。気持ちいい。ここあれだね、平地だからいいね。いいね、確かに。高原と違って。そうね、コスモス畑って結構山のところ多いもん。うん、あれはあれでまたいいんだけど ね。こう、上から、上から見、ね、そうだね。虫がでかい。バッタいた、バッタ。バッタめっちゃ大きいバッタ。バッタがいたね。飛んでってた。育ちそうだよね、バッタも。バッタもね。ご飯が美味しそうだ。これ大きいね、なんか。あ、本当だ、これ大きい。綺麗。綺麗。この色が好きだな、ピンク色が。ピンク色？うん。何が好き？白と。濃いめ。あ、こっち？濃いやつ？濃いめ。へえ。あの珍しいね、ピンクから白のグラデーションパターン。グラデーションパターンもちょっと珍しい。かわいい。コスモス、コスモス好きだな。いいね、この、うん、この低い感じも非常に、うん、全部がこう見える感じがすごいいい。いいね。結構コスモスさ、めっちゃ背高くなるじゃん、自分の背よりさ。確かに高くなったりするからさ。高原のコスモスとか。高原のコスモスはね、すごいなんか珍しい。逆にこんなにいいね、この平面、平面のコスモスはいいね。最高。歌ってるみたいだもん、あっちの。ああ、揺れさわさわさわって。かわいい。揺れがかわいいね、揺れが。笑ったってよく言ったったもんだよね。言ったったもんだった。なんかすごいいいね、この。ほんと歌ってる感じ。歌ってる感じあるよね。あるわ。すごい綺麗。かわいい。こんなに可愛くて大丈夫ってくらいかわいいね。かわいいね。ずっと見てられるもん。あ、ところどころに白があるのがやっぱアクセントでいいな。そうだね。一色。全部ピンクじゃないっていう。そうだね。ピンクと白と。優しい色だわ。コスモスって感じ。コスモス。来年はいっぱい行きたいね。そうだね。お花見も桜も見に行きたいな。コス太郎やっとく？あ、コス太郎。恥ずかしいからやめとこうかな。人いっぱいいるし。ちょっと恥ずかしいね。人がいっぱいいるしね。そうだね。うわ、すごい綺麗。こっち側も気持ちいい風が。ね。涼しい、この涼しい季節が来ましたね。秋の風が本当幸せ。やっとこの季節になったよ、本当に。暑いの苦手だから嬉しい。嬉しい。嬉しすぎる。太陽の方に向くのかな、コスモスも。確かに全部あっち向いてるね。確かに、まあ朝もまた来ても見ないと分かんないけど、うん、基本的にそうなのかもしれないね。ひまわりのように、ね、気持ちいい方向知ってんだね。ね。他に何人がいるんだろうね、花がいっぱい。普段は田んぼなのかな。あ、なんかね、イーサキングがいる。何、イーサキングって。こちらイーサキングです。伊佐市のゆるキャラですね。こちら、はい、合ってます。本当にイーサキングです。この天気だと最高。天気いいし、気温いいし最高じゃん。最高。
コスモスより輝く笑顔すごいね。あ、本当？うん、嬉しい。若干ちょっと落差がある顔もしてたけど。あ、そう、うん、そんなことなかったと思うけど。そんなことあるやつの顔してたわ。楽しい。とっても綺麗ですよ。今が見頃ですね。見頃だね。いや、上場高原にも行きたいけど。上場高原は上場高原でいい良さがあって、ね、ここはもう本当、ここはここでも本当ここ地で好きだわ。